はい、アキラです。今日は、10月11日金曜日、今16時30分ですね。先ほど、F1 鈴鹿グランプリの、2回目のフリープラクティスが終わったところです。今日はね、台風が心配されたんですけども、若干風があるかなという程度で、そのままドライで、プラクティス終了しました。あー、すごいですね。もうゾロ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 歩いてます。でね、やっぱり明日は、台風が接近するということで、全てのイベントが中止だそうです。で、日曜日にの朝10時から予選と午後から決勝が行われます。まあ明日はね、じゃあやることなくなっちゃったね。まあ、朝から雨のようですし、決勝の日はまたね、場外からレポートをしたいと思いますけども。あそこにステージもちゃんとありますね。あ、やっぱテントをね、下ろしてますね。台風の強風に備えて、みんなちょっと畳むのかな、これね。まあ大変な作業でしょうね。おお、なんか結構すごい騒ぎになってるね。結構ね、いろんな、これ出待ちしてんのかな。すごいな。ああ、これハミルトンのファンの方でしょうかね。みんなサーキットホテルじゃないとこ泊まるのかな。でね、明日はまあイベントがもうなくなっちゃうってことで、今晩あたり居酒屋でね、結構飲んでるチーム関係者もいるのかなっていう気はしてるけども、平田町あたりのね、居酒屋は結構似合うんじゃないかなっていう気がしますね。みんなぞろぞろ歩いてんだけども、これ民間の駐車場も結構入ってるね。まあうちに来ればタダで止められるんだけども。稲尾駅まで歩くのかな。あら、あ、美味しそうだなあれ。なんか場外の屋台も出てますね。パチンコ屋さんも駐車場になってんのかな。すごいな。もうあれは一体何なんでしょうね。あのグローバルパートナーマクラーレンとか書いてあると。自転車の方はぜひこちらの自転車をご利用ください。スモーキングエリアなんだ。これ何、喫煙所なの。ここはパチンコ屋さんは駐車場になってるそうです。3日で1500円、当日のみ5000円だって。おー、これパチンコやるより儲かるのかね。1万5000円か、あれ。当日だけで5000円だからね。ああ、すごいな。やっぱり稲尾駅すごいことになってますね。おお、並んでますね。おお、JR 線切符売り場すごい。あ
並んでますね。こんなに客が来るのはやっぱりね、年にないからね、何回もないから大変なこと。あ、電車来てる。あれ、電車来てもなんか満員ぎゅうぎゅう詰めだね、きっと。四日市駅、もうあれ以上乗れないんだろうな。うわー、ぎっしり。おお、あれが満員になるってことはね、すごいね。はい、以上、まあ、金曜日の夕方ですね。まあ、決勝の日はね、なんか臨時列車とか出るらしいから少しはマシなんでしょう。